どうも、良い風景です。悪魔女ドラクラのプライドコインの実況プレイです。さあ、前回のボスを倒した先ですね。はい、ここでボスを倒したけど、強かったよね。さあ、なんかまだあるな。何があるんだ。あ、今一応ビジョン Y にしてますね。あと宝箱ね。後でまとめて、こう回ってみようかなと思ってますね。まあ何もないかもしれないですけど、こう横穴すげえ気になるよね。あの、マップ小さいってちょっと見づらいですよね。今更だけどね。ちょ、横穴しっかり見ていくか。まあ、縦穴の方がこうしっかりしてる気がするんで。あ、なんだこれ、すげえ長い道ですね。なんだこれ。あれあれ、すげえ広いぞこれ。思って、あ、なんかある。思ったより広いね。あ、さらに壊れるか。まず左見るか。お、宝箱やった。エクスポーション、エクスポーションはね、あのボス戦で使ってきます。初めに言っとくね。あの、その時あれ、あ、なるほど、パリですか。はい、いや、ここダメだ、出られない。ここしか出られないんだ。よしよし。あ、さらに壊れる。吸い取る。これいいね。一時的高温になる。これ素晴らしい。回収の時に絶対役に立つわ。さらに先に進める。楽しいな、これ。すっげえ楽しい。これビジョン前前提だよね。さらに、こっちの方に。ガシーダがいる。よしよし、さらに吸い取る。楽しいな、このゲーム。高速移動可能とする新速の技術。やった。お、すごい、すごいです。めちゃすごいです、これ。あ、悪魔城の、そっと出ちゃう。あ、なんかニューってのある。何これ。修練道？まあいいか。とりあえず、後で行ってみるね。外出ちゃったね。とりあえず、あの、地下迷宮の探索の続き、しっかりやりましょう。はい、まずこの上か。まあ、とりあえずのマップ埋める作業的な。ちょっと待って。それはちょっと暗いでもないね。これジャンプ中にこう性能は高いな。でも地上で撃っちゃうと、これね、硬直長すぎる。うん。割とこう、なんだろう、あの、攻撃、攻撃が、あの、残ったまま移動できるんで。こいつなんて名前だっけ。レッドスマッシャーか。この左の横穴はまだ行ってないか。探索の詩があるなぁ、ほんと。あ、またそこパリですか。そこをしゃがめるか。頭痛いだろうな、ちょっとゴリって感じでさ、髪の毛抜けてねえかなつって。あ、なんかあるね。拳、敵を、石の拳で敵を粉砕する。すげえ。最高です。シャガーさんのパンチ最高です。パンツじゃないよ、パンチ。誰も聞いてない。これはどうするかなあ。下まず拳で開ける。ホワイトドロブス、やったー。うん、光かなり強くなったな。よしよしよし。ドラキュラには光が多分横なんだろうから。あ、でもなんかまたドミナ使うんですかね。なんじゃないかなっていう気がするんだよな。あ、なんか悪魔みたいなのがいっぱいいるわけだから、きっと悪魔女なんだからさ。そうだよね。あ、こいつもなんか、あ、落とすね。さっきのレッドスマッシャーも、あ、これ押せるんだな。とりあえず落としてみる。あ、壊れたな。なるほど。そこか。この上の部分にこれを使わないといけないみたいな感じか。あ、水かさを増やしなさいってことか。これでいいのか。おっと、あ、今のあれか。敵じゃないわ。ハート使っちゃったのか。
ハンマーシェイカーね。ハンマーのクリフもらえるんだろうね、きっとね。というふうに予想しております。あと、アイテムをなんかドロップするかもしれないか。ゴーキルってさ、攻撃すげえ派手だけど、ミスってるよね。配置をさ、こういうところじゃ役立たないよね。悪魔城の配置微妙じゃない？もっとなんかこう、平坦なところでないと効果を発揮できないんじゃないのっていう気がするけど。まあ、とりあえず今のところ、あ、新しいエリアだ。うん、まあでも頃合いなんじゃないかな。ちゃんとこう全部見たもんな。はい。だけども、シェイカーたちのドロップを見たい。取れた。早速。これか。出た。鉄の胸当てか。あ、やっと出た。ライフを2本投げる。うん。いいかもね。鉄の胸で10個出た。はい。悪魔城兵衛者だって。うん。これはなんだ。剣か。槍か。槍はなんか微妙なんで。なんとなくこうね、アドバンテージを感じないんだよね。あんまり。魔界村みたいに投げられればいいかもしれないですけど。ちょっと待ってください。とりあえずそこは右になるか、セーブポイントかもしれない。あ、よし、いいぞ、ピンコ。はい、ここまでで、ね、収録時間、50分ですね。結構、ナイフをゲットするの大変だった。でダメージ低すぎるな。なんか、斬撃取れそうな敵にもね、一発で、20ポイントいってないんじゃないかな。うん、いいか、上にティンマンがいるか。どうするんだって感じでね。それ本当どうする？あ、飛び降りてこられないのか。なるほどなるほど。まずこっち見るか。あいつに対する、あ、まず左なんか新しいエリアだ。そうだよね。そうなんだ。ああ、なるほどなるほど。あ、待って、上なんかあるな。とりあえずそこ左開通するっていうか、見てみよう。ここだ。これ壊れないんかね。壊す方法あるような気がするけどな。あ、こう、いけたいけたいけた。あ、開通しましたね。んー、これがスイッチだったんだ。なるほど。うん、では、この上見てみるか。とりあえずビーマーがいる。今のところ新しい敵は、スケルトンプレイズが右の方にいましたね。どれくらいですかね。あ、デビルか。あいつ新しいな。この辺は特に何もないかな。それはどうする？ナイフでやってみるかなと思ったけど、微妙ですかね。ナイフ微妙かな、やっぱり。一回ぐらいそれ倒したい。よし。あとで図鑑を見てみると。うん、左でもいけるな。また開通するのかな？お金がある。カラマコは。あ、こいつここにもいたのか。パンチの方がいいかな、多分。スケルトンブレイズ厄介ですね。とりあえず HP が。ないです。あ、こいつリザートバンドゼータだ。ダメだ。ダメだ。ライフ使えない。あ、開くのか。あ、よし、宝箱。これも持ってくのか、あいつ。よし、マックスアップ。ありがたい。宝箱はないかな。誘導してさ。ちょっと待って。攻撃範囲広いな。そこ壊れるんだな。よし、グリーンドロップスだ。でも電撃にお世話になってないね。うん。電撃が2267か。なるほど。まあなんか使えるやつがあればいいけどね。
で、この先まだ行ってない。あいつ倒す方法なんか考えないとな。槍？いやでも嫌だね。やれ、嫌なんだって。あいつどうすんだって。こっちのはいいか。遠距離でこう地道にやるべきか。今ナイフは、ナイフに、B か、B ワフに入れているナイフ微妙なんで、なんか考えないと。ほんと拳は効果はないようなんで、あいつはね。右気になりますけどね。多分一気に打撃を集中すればいけると思うんだ、ブレイズは。うん、よし、 MP マックス。左は通行できない。こういうところに宝箱ありそうだよね、やっぱり。うん、動きをよく見て。お、やった、レア宝箱。オニキス、あ、オニキス持ってこいって言われてたよな。あれ言われてたよね。あれ、それ別のか。あ、それ別だ。もう終わったんだ、それは。それはもう終わったんだったな。じゃあこの間ラブラダーとかどうとか言ったけど違うね。あ、やった。あ、レッドドロップス、いいですね。はい、火炎が結構上がってるな。ちょっと待って、ちょっと待って。何だったっけかな。クリソベリルと、クルカマスターがいるな。あれどうする。拳、君。よし、ここからダメージ当たるな。ダメか。ちょっと待って、右に攻撃だ。よし、あ、そう、アレキサンドライトだ、思い出した。クリストベルとアレキサンドライトだ。こういうところであいつどうすればいいんだって話だよね。バックステップでうまく誘導してみたいな。こいつは殴っとく。 OK、 うん、これ使ってっか。せっかくあるんだから。左開きますね。インプはいる、やばい、インプはやばいって。 C にして。いや待って待って、せっかくだから B に。ちょっと待った、当たらねえんだって。もういいや、そこ気になるからな。宝箱、一応しゃがんでみる。ムーンリング、うん、18時から6時までの間ステータスアップか。なるほど、これ内部時計的なそういうやつかな。こっち気になるわ。あ、これは新しいエリアに行くか。なるほど。うんうんうん。兵舎の右下、まだ行ってないですね。そこ、ちゃんと見ようか。ここ、転送装置か。この辺にボスがいるのでは。そこでも開かないみたいな。いや、そうじゃないな。ボスでないのか。バルキリメール、やった。うんうんうん。一丁一丁あるね、ウェディングドレスとね。はい、というわけで機械と、うーん、なるほどなるほど。とりあえずインプ邪魔だよな。どうすんだって話。まあ、ほぐして通るみたいなんで、ここ、先進んじゃおう。今回、なんで兵衛者には特に何もなかった。ボスもいなかったし、まあ、よろしい相手もなかったかな。まあ、ちょっと小部屋があって今行ってないところね。まあ、ちょっとしたアイテムが宝石とかあった感じですね。そこはもう、あ、待って待って、そこ上に残らないといけないのか。ほら、ってことはそれ倒せないといけないか。しょうがない。あ、待って、拳じゃダメなんだから、いい意味で。よし、ハープキック使っちゃったな。ビーム連打でいけるね。何だろう。あ、ストレングス上昇か。なるほど。あ、待って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 、くそ、厄介。それインプが邪魔だ。
よし、また操られたくないからあいつは距離取っておくべきだな。じゃなければ回避するべきだよね。この左行けるかもな、妊婦を利用すれば。いやさすがにめんどくさいか。そこ右行けるか。なるほど。まあいいや、小部屋ちょ見ておくか。小部屋なのか。あ、キルクルスを使えと。キルクルスか。あーなるほど、そうなっているのか。ここのボスは多分死神なのではないかと多分そうだろ、いるんだろ死神、多分いるんだよな。うわ、どうするそこ。磁石が移動しているな。まあ、とりあえずこの宝箱取りますか。ちょっとエメラルドか。おっと危ねえ。よかったにダンジャンプ残しといて。正しいとこ来てるんかな。なんか正しいとこ来てるっぽいですよね。逆に言うと相手を取り忘れみたいなの発生しそうなんで、まあ、しっかりと。バックベアードがいる。あ、これか。まあ、とりあえず敵はそんなに新しいもんじゃないですね。こいつも何も落とさないみたいなんで、拳の方がやりやすいかもしれないか。グルカマスターか。背景美しいね、本当に。このゲーム本当すごいね。このセンスすごいですよね。つい避けちゃうけど、あれダメージ判定ない。すごいよね。よし、ポンチ対策分かったな。とりあえずビーム連打で。あんま近くにあると危ないかもしれないから、なるべく遠距離でって感じか。どうするこれ。あ、解けなかったか。ここは待て待て待て、剣が届くかもしれないからなありそうだな。そういえばキルクルス駆使するの久しぶりじゃない。これ楽しいんでね、圧倒的に楽しいですよね。特に何もないな、ここ。ただ磁石があるだけ。あ、戻るときに必要なのか。とりあえずバックビアード邪魔だな。ちょっと待て、拳に切り替え。こいつ後ろ向けるのか。後ろ向けない奴がいるよね、このゲームに。割と間抜けな話だけど、でもちょっと面白いですよね後ろ向いてた方が強い奴がいるからね、骸骨とかさ。そこもう通り抜けてしまうか。ん、新しいエリア。あ、武器庫に来た。ちょっと待って、先進みすぎ、先進みすぎ。とりあえずマップを見ると、時計塔の上絶対なんかありますよね。うん、とりあえずマップを見よう。キルクルスそこにあるな。これだ、これを使っていけと。そっちに飛べってことだ。この先は、あ、懐かしいマシンがいますね。ボスいるんじゃないの。時計塔だろ、ここなんかいる。あ、こいつか。絶対なんかあるだろ、ここ。ほっとくか。ザコだ、ほっとこうなんだこれ。ん、この機械怪しいな。動くね。あ、開いた開いた。お、なんだこれ。呪いの力を打ち出す。うん、これ使ってみるか。上方向にこう強いのか。あ、当たらない46ダメージか。まあそこそこな感じですかね。まあとりあえずまあ連射すれば負けるかもしれないし、
どうなんですかね。わからないな。こっちまだ行ってないか。あ、これもキルクロスか。こうなってるのか。クラチャの音じゃないか。あ、それに飛び移れってことだ。ここはこうだな。インプがいるからしっかり殴っていかないとだな。足元のマシンが邪魔ですね。それはしっかり倒していく。待てビーム、違う、なんだっけ、レディオスヘッドだ。あ、やっぱり石にするやつもいるわ。しっかり倒せるやつだ。あ、黒いのがいる。今回3色いるのか。あ、なんかだ、出たぞ。ちょっと待って、邪魔すんな。やった。こうだ。ジャンプ力足らないですね。この三角跳びを攻略で使うことになると思わなかった。てか今までなかったの不思議だよね。こうか。上に、左上に。よし。バルキリーマスク。いいけど今ビジョン前だからな。なかなか厄介だぞこれ。何があるんだこの上に。おっと、危ない。ちょっと待て。避ける。よし、抜けた。あ、今使っちゃった。まあいいや。下気になるな。下から行く、上から行くみたいな。またインプか。いいか。違うエリアだ。よし、これ抜けられるか。これは、ああ、なるほど。ちょっと待って。ああ、待って、死ぬ。なんかアイテムを。エクスポーション使っちゃうぞ。こうやって。あ、ダメだ、抜けられない。本当に抜けられない。それどうするんだろう。あ、なんか、開くじゃないですか。やった、マックスアップ。ちょっと待って。ポーションむずかったじゃん、そしたら。こっちから見てみるか。さっきの右の方にも何かあるな。受けた。なんかいるぞ。ちょっと待って、すごいのいるね。あれどうする。ちょっと待って、本当どうすんだあれ。ビームで倒すか。リビルド、何をリビルドしたんだ。何をリビルドしたというんだ。倒れない。これボス的なやつかな。そういうわけじゃないか。なんか落とすんですかね。一応見てみるか。特に何もないな。何度も倒さないといけないやつかな。右は、あー、なるほど。ちょっと一旦仕切り直すか。かなり長いですね。こんなに悪魔城長いと思わなかった。ちょっとどっちから行く。上に飛んで、あ、そこボスか。ようやくボス見つけたな。なるほど。じゃあこのままボス見てみよう。今回収録時間もう1時間半ぐらいやってるんで。やっぱり死神、多分相当強敵なんだろうな。まあとりあえず最初の戦いなんで何が有効かもわからないです。これどうやって返すんだろう。ダメか。なるほど。さあどうする。よし、じゃあやってみますかね。
あ、よし、倒した。第二形態、え、な、いいの、ないの、やった倒した。あれ、そんなにかかってない時間、5分か10分ぐらいだ。これね、これ無敵しか初めて利用できたんで、すげえ嬉しいです。はい、じゃあ今回はここで終わりにします。この辺にいたやつのドロップを集めておきますね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。